このそば。私を捕まえられるものなら捕まえてみろ。絶対に逃がさん。よし、追ってきたな。作戦通りだ。ここなら洞窟の中と違って崩落に巻き込まれることもない。いつでも行けますよ、カズマ。私の眠りを妨げた報い、受けてもらうぞ。今だ、めぐみ。目を覚まさせるのが目的だ。直撃はさせるなよ。分かっています。東堂翔堂と化す我が思考かつ究極の魔法、エクスプローション。ブロッ。ああ、直撃は避けましたよ。目を覚まされたんですね、エイミー。すっかり大人になって久しいな。さっきまでとは違って随分紳士的ね。スコール様ごめんな、ミーヤがお腹の上で暴れたから。おお、あの小さかったミーアもこんなに大きく。そういえば私は洞窟の中で眠っていたはずなんだが、どうして外に。それに見慣れないものもいるな。やっと話ができそうですね。森の賢者と呼ばれるあなたに知恵を借りたいんですが。困りごとか。洞窟へ入ってくれ。寒波のせいで野菜に影響が。そんな事態になっているとは気づけずすまなかった。ねえ、スコールって案外礼儀正しくていい人じゃないかしら。どうやらそうみたいですね。初対面があれだったのでもっと破天荒な人かと思いましたが。見た目は怖いけど物知りで、それにとっても優しいの。小さい頃は私もスコール様とよく遊んでもらったわ。ミーヤも昔一緒にかくれんぼしたぞ。スコール様が見つからなくて帰っちゃったこともあるんだ。それで吹雪とか寒波についてなんですけど、心当たりはありますか。昔同じようなことがあったからな。おそらく奴らのせいだろう。何か心当たりが。っていうか、やつらって。この吹雪は異常気象ではなく人為的なものなのですか。ああ、ただし人ではない、トカゲだ。トカゲ？
ブリザードという種のトカゲ型モンスターだ。奴らは吹雪を呼び寄せ、数が増すと吹雪も強力になる。通常、ブリザードは冬の間しか生きられないんだが、ごく稀に冬を越すこともあるんだ。昔もブリザードが死なずに生きながらえたせいで、今回のような寒波が起きたことがあったからな。では、そのブリザードを倒せば、この吹雪も収まるのですか？おそらく。ブリザードの巣がある場所は覚えている。案内しよう。この巣場。ここまでの道のり、スコールの洞窟を目指してた時よりも随分楽ちんだった気がするんだけど。この辺りの地形は知り尽くしているからな。モンスターも現れず、比較的楽な経路を選んできたつもりだ。ミーアたちでも知らない道だ。スコール様はすごいな。でも、こんな森の奥に一人で住んでて寂しくないのか？迷惑をかけるよりはマシだ。先ほども寝起きで迷惑をかけたからな。すまなかった。いや、そんなに気にしないでくれ。こちらこそ協力してもらえて助かるのだから。寒い道の問題は私の問題でもあるからな。むしろ無関係なのに協力してくれている君たちには感謝している。まあ無関係ってわけではないからな。医薬品の問題とかもあるし。着いたぞ。この先にブリザードの巣が。という数だ。以前討伐したリザードランナーの比ではない。あのトカゲさん、口から吹雪を。寒波の原因はやっぱり。ブリザードで間違いないな。しかし、かつての火ではない。死滅せず、これほどの数が生きながらえるとは、異常事態だ。見つかった！この数はさすがに、出直すぞ！おや？あなたもですか。少し暖かくなっただけで死んでしまうとは、なんと軟弱な。この飛躍を使えば、たちまち力が湧いてきますよ。ほら、感じるでしょ。ごきげんよう。お目覚めの気分はいかがですか？よみがえらせてあげたのですから、私の願いを一つ聞いてもらいますわ。どんな願いかですって。私と
お友達になってくださいまし。カヤシャバ！